さんこんにちは。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は初めてトラベラーズノートのパスポートサイズを購入したのでセットアップをしていきたいと思います。今回購入したのがですね、トラベラーズノートのパスポートサイズの色がオリーブになっています。まだ開封していません。楽しみです。早速こちらは開けていきたいと思います。こちらがスペアのバンドですね。とこれもスペアとして使えるらしいので取っておきたいと思います。こちらですね、オリーブの色になります。この傷の感じもいいですね。これは最初からついているリフィルになりますね。同じものを今回もう一冊買ったんですが、こちらもついているということですね。すごい一枚革。かっこいいですね。あとはプロッターとこちらどっちを買うかずっと迷っていたんですけど、ちょっとプロッターだと私のいつも使ってる手帳の関係で持ち歩くには薄すぎるなということで、こっちは頑張ればノートが何冊も入るということで、まあ、パツンパツンにしてもあれなんですけど、今回はこっちを購入しようということで決めました。悔いはないです。すごくかっこいい。はい、キャメルとかもあったんですけど、オリーブっていう色の手帳を私は持ってないので、たまには冒険してみようかなと思ってオリーブを購入してみました。あー、かっこいいですね。はい、それではこの後からセットアップの方をしていきたいと思います。それではセットアップをしていこうと思うんですけど、さっき購入したリフィルの説明を忘れてしまったので、そちらをさらっとやっていきたいと思います。とまずこちらですね、2024年のウィークリーのスケジュール帳になります。ガイドとかカスタマイズシールがついてきております。後でゆっくり読んでみたいと思います。でこちらが前半と、こちらが前半ですね、1月から6月までのノート、それからこちらが後半の7月から12月までのノートになっています。ここは一覧のページですね。これだけでも十分1ヶ月のスケジュールが把握できるので、使っていていいのかなと思います。はい。で
次は先ほど言った無地のリフィルになります。本体の方にも付属しているんですけれども、私は多分無地を一番使うと思うので、もう一枚、もう一冊ですね、購入してみました。それからこちらがシール台紙になります。こうシールが個人的に好きでいろいろ集めているんですけど、買ったまんまの袋のまんまですと結構いろんなところに置き忘れて気づいたらなくなっているということが多いので、こちらにまとめて必要な時にすぐ使えるようにできたらいいなと思っています。結構ツルツルなので剥がれやすいですかね。剥がしにくいというよりは剥がれやすさにちょっと気をつけていかないとかなと思います。それからこちらがリフィルジッパーケースになります。こちらもですね、結構細かい細々とした紙類とかシールとか何でも入るかなと思って、必要だと思って購入しました。はい、あとは何冊も使うつもりなので連結バンドになります。他のトラベラーズノートの動画をアップされている方の動画をですね、見たりもしてるんですけど、なかなか自分でやるとこういうのも使いこなせるのか不安になりますが、試しながらやっていきたいと思います。はい、一応購入したリフィルは以上になります。はい、それではさらっとになってしまうと思うんですが、3冊挟んでみたいと思うんですが、これは詰めすぎかな。皆さんすごく綺麗に使われていて、自分のやり方が正しいのかどうか勉強不足で申し訳ないんですけど、とりあえず自分なりにやってみたいと思います。多分合ってないやり方でやってたりすると思うので、これはこうだよみたいな使い方がありましたらコメント欄とかで教えていただけるとありがたいです。あとはもうちょっと確認してからやるよっていう話なんですけどね。3冊セットする方法、2冊セットする方法あるんですね。あー、このやり方だと私のやり方は違ってますね。あ、でもなぁ、
なんか切れちゃうのが嫌だなと思うので、このままやっちゃいたいと思います。いきなり我流になってしまいますか。連結バンドってゴムみたいな、あ、ゴムか、素材なんですね。ブチッといっちゃいそうでちょっと怖いです。よいしょ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 、こんな感じでいいんですかね。真ん中で熱くなっちゃうからやり方があれなんですね。どうしようかな。これを、すっごい無理やりやってる。よいしょ。やっぱりこっちの方がいいんですかね。よいしょ。で、これを、切れそうです。よいしょよいしょよいしょ。こんなんでいいんですかね。なんか違う気しかしない。これ使っていくうちに慣れてくるのかな。はい、一応こんな感じでシール台帳とスケジュールと、あとは白紙のリフィルですね。で、最初と最後にジッパーケース、これちょうどゴムがここに当たってリフィルに傷がつかないからいい感じですかね。よいしょよいしょよいしょ。はい、こんな感じで使っていこうかなと思います。おすすめの使い方とかやり方が間違ってるよとかありましたら教えていただけると大変ありがたいです。あとはクリップを買おうと思ったんですけど、家にこういうのがあって、アニメが好きでオタクなんですけど、あれはディー・グレイマンというアニメ、結構もう前にやってたアニメですね。そういうのが好きで、何年か前に、何周年かのポップアップストアみたいなのがあったので、ちょうど新旧のクリップで買っていたのがようやく使える時が来たので、これを
ってしまおうと思います。いいですよね、アニメとかすごい好きで最近もよく見ております。こんな感じで、とりあえずここでいいかな。これはダメか。こんな感じで使っていこうと思います。すいません、最後のアニメの話は余談でした。はい、これからツヤが出てくるかなと思うので、たくさん使って自分だけのノートに育てていけたらいいなと思います。ではちょっとたどたどしい前回に続きなんですけど、たどたどしい動画で申し訳なかったですが、ご覧いただきましてありがとうございました。またねー。